ンゼルスの小板です。今日私はですね、11月18日でミッキーとミニーの誕生日の日に、ランドに来ました。いつもですね、年パスを持っていると本当にレストランだけ行くとか2時間だけ行くとかそういう感じなんですけれども、今日はね、朝から夜までずっと遊びたいと思っております。そのね、ホリデーシーズンの、フードですとかマーチャンダイズもね、ご案内できればいいかなと思っておりますし、またあとはですね、私のおすすめのちょっと休憩する場所、もう一日ねずっと遊んでいるとめっちゃ疲れますので、お気に入りのね休憩スポットなんかもご紹介したいなと思っております。あとはですね、2日前に大谷選手がアメリカンリーグの MVP をね2回目取ったということで、エンジェルス球場の方でね、それを記念したピンとかが売っているんですね、今日から。なのでちょっと昼間にねディズニーランドを抜けて、そちらの、ね、エンジェルス球場のショップの方にも行こうかなと思っております。それではこちらのホリデーシーズンのディズニーランドの様子をね一緒に Vlog 的な感じで見ていただければと思います。それでは行ってます。はい、お城も雪化粧になってます。やっぱりパーク内の食べ物飲み物はね高いので、水筒と私の必需品、お菓子ですね、バームクーヘンとか、今日はプロテインバーと、あとは種なしぶどうを持ってきました。アメリカにいるとこのシードレスぶどう、ディナーシードレスぶどうかな、スーパーとかでも買えるんですけども、めちゃめちゃ甘くてね美味しいのでスナックでいつも持ってきてます。パークにも売ってるけどちょっとしか入ってなくて6ドルとかするんでね、それならスーパーで買った方がめちゃめちゃ安いと思います。レイジン、ホリデーの飲み物ですごい気になってたやつ1個買ったので、今それ、モバイルオーダーで撮りたいと思います。私の、ね、モバイルオーダーめっちゃ便利ですので、やり方の動画もありますのでぜひご覧ください。ホリデーということで、このギャラクティックグリル、トモローランドのところのギャラクティックグリルで、ことですね、ギャラクティックホリデーパンチっていうのを買いました。見た目もめっちゃクリスマスっぽいんですけれども、ザクロとレモネードとオレンジジュースが混ざってて、すごいね美味しそうだなと思いました。これ去年も多分飲んだんですよね、めっちゃ美味しかったと思って。しかもこのローズメリーの匂いが超クリスマスっぽいですね。めっちゃいい匂い、詰まるな。美味しい。これでまた変わるかな味が。めっちゃ美味しいですね、超さっぱり。飲み終わったらこの実を水筒に入れて、これ風味の水を楽しみます。すごい、すいません貧乏症で。ホリデーシーズンのキャラメルアッポーです。めっちゃ可愛い。このクッキー去年食べたんですけど、すごい大きいやつでもね、めっちゃめちゃ甘かったですね。小さいケーキポップもありました。これは可愛いですね。これは美味しそうだし可愛い。あ、これはクリスピーチリーツですね。これ帰り買って帰ようかな。クリスマスのこの辺も可愛いお土産になるかなと思います。この中にはキャンディーかな、キャンディーが入ってますね。このショッピングバッグっていうかエコバッグ、ちょっと可愛いな、買おうかな。いくらだろう、これ6ドルですね。もう3ドルぐらいかと思ったら6ドルか。はい、プラザポイントではですね、ミッキーのイヤーとか、こういうホリデーのやつ、裏が革になってて無地のやつだけはですね、こういう風にパーソナライズ、自分の名前書いてくれたりとか、ここで手書きで書いてくれるんですけども、買ったらね、タグを外さずにここに持ってくると自分の名前書いてくれたりとかしてくれます。で書いてもらえるのを見てますね。オーナメントにも書いてもらえるみたいですね。はい、ちょっとね暑くて疲れたので、グレートモーメントウィズミスターリンカーンのね、メインストリートのところの手前のところでちょっと休みたいと思います。ここはね、今は100周年のいろんな
こういうパネルとかが あったりとかして、Once Upon a Studio 100周年を記念した、多分皆さん見てらっしゃると思いますけども、そのショートアニメはね、ここでずっと流しているので座って見ることもできます。ホリデーのマーチャンダイズですね。今年のコスチュームのミッキーちゃん、ミニーちゃん、これいくらするんだろう。30ドルですね。オーナメントもめっちゃ可愛いです。個人的には去年の格好の方が好きだけどスティッチも可愛い。この辺はお土産にいいんじゃないでしょうか。さっきも紹介したけど、このキャンディー入りのストッキングだったりとか、このチョコレートバーは、5つかな、5つに分かれてますね。これいくら書いてない。あとはアドベントカレンダーもありました。かわいいですね。最近入ったのは、あ、これかわいい、スパイダーマンのこれ毛糸だ、めっちゃかわいいですね。あとこのこれかわいいね、スターウォーズの。あ、サリーも新しいのでありました。セーターもめっちゃかわいいですね。これ買おうかな今日。60ドルか。今はねまだお昼なので、レジ全然混んでないんですけれども、パレード終わった後ねレジめちゃめちゃ混みますので、まあ、先にかお土産とかね買われるか、あとはまあモバイルチェックアウト、私も動画で説明しているんですけども、アプリ上でも決済して、あとは人のところに持っていったら袋に行ってもらえてね、レジに並ばずに買って持っていけるっていうのもありますので、こちらもよろしければ使ってみてください。クリスマスのパレードはね3時半と6時半にあるんですけども、今日はねもうちょっと他にもエンジェルス球場にも行きたいので、それはね今日は見ないんですけれども、去年にねいっぱい撮ったので、その様子もねちょっとつけれればなと思います。今からねホリデーの私が好きなサンドイッチをね、ジョリーホリデーっていうところで今食べようとしています。とね、写真ね、キャスト、カメラのキャストの方撮ってくれるのはあるんですけれども、皆さんこの自分のね行動をパッと見せると思うんですけども、最近すごい人がねすごいんですよ。キャラクターグリーティングめっちゃ前よりもねなんかすごい列がすごくなっちゃってて、多分時間がないのでね、こういうカードをねはいもうこれ渡す、自分で後でやって、自分で後でやってって、そういうのが多いので、これをここに入れてもらえた写真をどういう風にここにアプリに入れれるかっていうのもねちょっとお教えしたいというか、まあ、知ってる方がほとんどだと思うんですけれども思います。ここのアプリのですね3本線のフォトを押します。で上のところにリンクフォトというところがあるのでそこを押します。で普通だったらねこのショーパスコードっていうところを押して、このコードをカメラキャストさんに見せてピッてやってもらうんですけども、このカードをねもらった場合にはその横のリンクフォトパスカードっていうところを押して、まあ、カメラが開いてると思うんですけども、そのカードの後ろにこの QR コードがついてるので、この QR コードを読み込みます。でそうすると、このやつで撮ってもらったやつがね出てきます。のでこれもねちょっと最初これもらってどうすればいいのって思っちゃうかもしれないんですけども、もらった場合にはリンク、ここからリンクすることができるのでやってみてください。はい、去年ねここで食べたローストビーフのサンドイッチ、コンソメスープをディップしてつけるやつがめっちゃ美味しかったんで、それはまたあるかなと思ったんですけど、ちょっと今年はまだないのかな、今はなかったんですけど、私が買ったのがThanksmas サンドイッチってやつで、 Thanksgiving と感謝祭とクリスマスを合わせたサンドイッチ、ターキーと、クランベリーソース、感謝祭の時はターキーとこの丸焼きのターキーでねクランベリーソースみんな食べるんですけど、中のターキーの中に入れるスタッフィングなんかも入ってて、これ美味しそうですね。あとね今日はね朝売り切れだったんですけど、今行ったらありました。このオーナメント型のマカロン、めっちゃ可愛くないですか。思ったよりすごいサイズが大きくて、これ6ドル50だったかな。これもデザートに野菜食べてみたいと思います。まずはソースなし。うん、美味しい。ターキーが中いっぱい入ってて、あとこのクランベリーソースがねすごい、そう甘酸っぱくて、めっちゃもう来週Thanksgivingなんですけども、
もう来週サンクスギビングターキー食べなくてもいいやっていうぐらいね、もうザあのサンクスギビングの味ですね。うん、これグレービーソースだ。しかもこれ結構量があるので、お二人で半分ずつでもいいかもしれないですね。いやこのマカロン可愛すぎてちょっともう食べれないな。あ、取れた。え、めっちゃ崩れちゃったんだけど。なんやねん。あ、これもちょっとあんま、めっちゃ甘いんだけど。いやこれはお茶と、あったかいお茶とかとゆっくりちびちび食べないと全部一気に絶対食べれないですね。はい、今ね時刻2時ぐらいなんですけれども、1回ねパークを出たいと思います。というのも、あの最初の方に言ったあの大谷さんのね MVP のちょっとグッズを見にあの球場に行きたいっていうのと、あとね明日この辺で朝早くからね仕事があって、あとはあの今日ね夜遅くまでいたいので、今日あのこのディズニーランドの近くのホテルに泊まるんですね。まあ、そちらもね皆さんねホテルに泊まられるのが多いと思いますけど、モーテルのね紹介の動画も別で作ろうと思っておりますので、そこもよろしければ ご覧ください。はい、11月18日時点では彼はまだここにいますね。いらっしゃる方ほぼ日本人ですね。9割方日本人ですね。MVP のあれが残ってるといいな。ちょっと見てきます。夜はですね、このトゥーンタウンのミッキーの家の奥側にあるこの芝生のエリアなんですけど、やっぱりね、みんな寝てますね。寝てる人がすごい多い。はい、ここはですね、昼間はめちゃめちゃちょっと暑くなっちゃうんですけども、夜はね、すごいいい休憩スポットになりまして、ミキの家から奥に行くところにね、ちょっと隠れ家的なあの芝生のところがあるんですね。そこにいっぱいベンチもありますし、下がね、まあ、人工芝になってるんですけども、今ね、お父さんの本当に昼寝場所みたいな感じでね、みんなすごい休憩してます。私はここを好きなポイントになります。ね、ゴーデンホースシューという、まあ、レストランっていうか、まあ、クイックサービスのレストランになるんですけども、ここの2階が大好きです。またあのステージの方でねピアニストの方が演奏してくれたりする時もありますし、まあ、外に売っているねあのターキーレッグをここに持ってきてここであの食べゆっくり食べるのが大好きですね。あまりそこまで混んでないですし、ね、あの夏場はめっちゃクーラーも効いてますので、かなりおすすめ の休憩スポットになります。はあ、疲れた。ちょっともうちょっと休みます。はい、私の好きな休憩場所、次はですね、あのこちら、ま、使われてる方もいっぱいいると思うんですけども、ディズニーランドのレールウェイトレインになります。こうね、あのパーク内をぐる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 回っていて、もう風が気持ちよくてね、もう何周も乗っちゃったりとかもするんですけれども、特にねホリデーシーズンはすごい乗りたい電車になります。今からねその理由のところを通りますので、ちょっと見ていただければと思います。はい、
ちょっとお腹が空いたので今ねピザ食べてたんですけども、まあ休めるね場所としてはこのピザプラネットの奥側のところにあるねこの、エリアもねすごい大好きなんですね。なぜかというとここのソファーがありましてめっちゃふわふわで気持ちいいんですよね。普通の椅子と違ってねすごいこう弾力性があって気持ちいいのでここでもね結構かなり休んでおります。時刻は11時45分です、今日ね頑張って1日朝から遊びました。やっぱり年パス持ってるとねなんか本当に数時間入ったりとかちょっとご飯食べに来たりとかそういうのばっかりなんでこういう風にね朝から夜までね遊んだのすっごい久しぶりだったので疲れましたけどめちゃめちゃ楽しかったです。まあ、特にディズニーランドはね12時までやっておりますので、まあ、今日私がご紹介した何箇所か の、 まあ休むスペースなんかも活用していただいて夜遅くまでねぜひ楽しんでいただきたいと思います。ホリデーの飾り付け等は1月の、ね、上旬ぐらいまでやっておりますのでぜひこのホリデーシーズンにもアナハイムディズニーランド、訪れていただきたいと思います。私はねもうホリデーのダンスパーティーがすごい大好きなので夜のね10時から11時ぐらいまでずっと踊っていたんですけれどもめちゃめちゃ楽しかったです。ということで、まあ、最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でもお会いいたしましょう。バイバイ。